注目重賞の傾向を各項目に分けて徹底部下掘り、弥生賞ディープインパクト記念 G2 ・中山芝 2000m の重賞ランキング、厩舎部門を発表します。クラシック出走へ向けてさまざまな思惑が交差するステップレース、弥生賞。その激流の中では必然的に調教師の腕も問われることになりますが、実はこの中山芝 2000m というコースにおいてはとある。 狙い目の条件が存在しているのをご存知でしょうか早速ランキングを確認していきましょう下向き黒三角中山芝 2000m 急斜別成績第1位鹿という112528年1月勝率26.1%副勝率39.1%第2位堀則行き6の4の4の15 勝率20.7%、副勝率48.3%。第3位、岩戸高木4、1、1、10。勝率25.0%、副勝率37.5%。過去3年、レース参戦の厩舎に限る。第1位は鹿という厩舎。中でも注目は上位、人気馬で、管理馬が中山芝 2000m で1から2人気になった時の成績は。 75-0-3でなんと連帯率は驚異の80%ここには21年皐月賞馬エフフォーリアも含まれています今年はシュバルツ・クーゲルトロバトーレと自震の2頭だし特にトロバトーレは上位人気を背負うようなら狙い目で信頼の時空馬候補となってくれるでしょう第2位は堀シ舎昨年の弥生賞を後のダービー馬タスティエーラで制しています ダノンエアーズロックは前走 i b S で20キロと大幅に馬体を増やしながらも、次走で G1 ホープフル S を勝利したレガレイラなどを完封して勝利。素質は相当で最も成長が期待できる1頭でしょう。第3位は岩戸厩舎も、このうち21年ジオン S1 着ファインルージュなど2勝は木村厩舎の管理馬が一時的に点球しての成績。 エコロレーズはデビュー5戦中4戦が中山芝2000メートルというコース校舎も主捨が難しいところです。